はい、どうもしゅんです。こんにちは。はい、ということで今回は ES 添削の動画ということで、 ES に悩む就活生の方と ES のプロというか就活のプロの豊原さんにお越しいただきました。よろしくお願いします。ということで、きーちゃんこんにちは。こんにちは。最近の就活はどうですか？最近は、今冬のインターンの応募だったり、面接だったりが結構詰まってて、はい、ちょくちょく忙しいかなって感じです。ちなみに ES で、これまでも出してきたと思うんですけど、はい、なんか悩んでることとかってありますか？悩んでることが、挫折経験を書いてくださいっていうエントリーシートがあって、挫折経験がそもそもなんか何を書いていいのかわからないなって。確かになんか挫折なさそうな感じがしますよ。偏見ですけどありがとうございます。ということで今回事前に戸井さんには ES の方を見ていただいたんですけど、その ES に関してのフィードバックをいただきたいなと思ってます。じゃあまず挫折経験からお願いします。はい、400字以内の。中学高校で所属していたバドミントン部でのシングルスの試合で後輩に向けた経験です。学内から選抜されて試合に出て引き付けた経験もあったので、他学年下の後輩に受けたことが非常に悔しく感じられました。原因はずっと苦手としていたレシーブを克服しようと練習せずに得意な外だけに逃げていたことです。ここから自分の得意なことを伸ばすだけではなく、苦手なことにきちんと向き合う必要性を感じました。その後から先輩やコーチに指導をお願いしてレシーブを重点的に練習した結果、レシーブの苦手意識を克服することができました。高校2年生の時にはダブルスで部活の1位を取ることができました。その経験を大学受験にも活かせました。英語と社会が得意科目であった一方で数学はかなり苦手でしたが、自分の苦手から逃げずにきちんと向き合うことで成績を伸ばし、数学も5人の難題要素に入る国立大学を受験して合格という結果につなげられました。ありがとうございます。じゃあ続いて学知かお願いします。はい、長期探査機で営業を行ったことです。食品ロスに感染があったことから廃棄の危機にある食材を EC サイトで販売する事業に携わっています。 EC サイトとして商品数が少ないという弱みを改善するために、自分の強みであるチャレンジ精神を生かし、営業を通じて新規出品者を獲得することを目指しました。自分の意思で希望したものの、営業は未経験であったこともあり、最初の商談ではこちらが一方的に事業の説明をするだけに終わってしまい、契約に結びつけられませんでした。そこで営業力を身につけるために、自分の弱みである他人を巻き込むということを社員や家族を巻き込むことで克服していきました。社員の相談を見学させてもらい、家族にも自分の営業を客観的に見てもらいました。練習を重ねていた結果、営業を始めて1ヶ月でチームの契約数の4割の新規契約を私が獲得できました。大学生でありながら事業に直接的な売上をもたらすことができました。以上です。ありがとうございます。僕今の聞いた限りどっちもすごいいい感じに聞こえたのと、あとやっぱさすがキーちゃんだなって思ったのが、どっちも399文字という偏差値の高さをの片鱗を感じましたね。女子とかをすごく挑戦して、さすが一橋っていう感じですけど、ちなみにこれ、受かると思いますか？中小企業ならあると思いますよ大手だとまだ厳しいとは思うんですが、書き方さえ変えれば絶対通ると思います。エピソードは良い、書き方がからやりっていう状態かなと思ってます。これは結構なんか典型的な他の就活生も陥りやすいような落とし穴にはまってたりするんですか？綺麗にはまってくれて、急にこんなにちゃんと典型的な罠にはまってくれて旬ダイアリーのために書いてるとかって感じました。おでももう一回添削受ければ絶対に通る ES に変わるので、非常に見込みのある素晴らしい ES だと思います。おでは、はい、内容に触れていきましょう。はい、まず挫折体験がないっておっしゃってたんですけれども、はい、キーさんが想像する挫折体験って、はい、涙を流して悔しがって歯を食いしばって上に上がるみたいな、そんな感
はい、経験かもしれませんが、実は挫折体験がなくても内定は出ます。おお、そうなんだ。はい、内定がなんで出るかというと、そもそもなんで挫折体験を聞かれてるかという目的から立ち返るとすぐ分かります。企業はなんでこんなことをわざわざ聞きたいんだと思います？仕事で困難なことにぶち当たったときに、はい、どのように乗り越えていくかというのを、はい、再現性を持てるか見ているのかなというふうに考えました。おっしゃる通りです。優秀だね、やっぱ優秀だわ、キイちゃん。大正解だと思います。本当だ、ちゃんとした大人になるよ。もう大丈夫だもう繰り上げてもいいぐらいなんですけど、おっしゃる通りで、会社で起こりうるレベルのストレスに耐えられるかだけを気にしてるんです、うん、別に火山が噴火して街が燃えてそこで生き残れるかは誰も聞いてない、うん、わけですよ、うんうん、そういった意味でこのバドミントン部での経験って非常に会社で起こりえそうなとてもいいストレスだと思うんですね、うんうん、自分の力が至らなくてで後輩社に負ける、例えば営業部門に配属されたのに後輩より成績が出ないといった経験があり得ると思います。その時にふてくされるんではなくって部活の1位を取るまで励むという経験、まさに理想的なオフィスでこの人どう働けるかなっていう経験をトレースしたような学生時代の経験だと思うので、ぜひこのエピソードでいきたいところです。あ、じゃあなんか中学高校のあの経験って一般的になんか良くないんじゃないかなと思う人もいたりすると思うんですけど、大丈夫なんですか？大丈夫です。問題はあまりにも全ての経験が中高に偏っている場合、大学であなた何してたんですか？ってなりますけど、逆に全て大学時代の話だったらどれだけ波乱万丈な大学時代だったのって聞きたくなると思います、うん、ですので全部大学時代の話にする必要はないでしょうと、うん、いうところで、挫折体験をさらにいいもの、いいイメージにするためのポイントなんですけれども、ちょっと曖昧な言葉が気になるかなというのがありました。例えば私ってものすごく忘れ物が多いんですね。でどれぐらいひどいかというと、携帯、鍵、財布、毎回どれか一つは忘れるぐらいひどい。同じです、はい、これを私が重点的に気をつけますって言ったらどう感じますか？この人また忘れるんじゃないかな、思います。でも代わりに、あの玄関の裏に携帯、鍵、財布ってチェック項目作って、毎日よしって言ってから出ますって言ったらどう思いますか？ちゃんと確認されてるから忘れ物減るだろうなと思います。そうですね、これぐらい具体的な表現がもっと欲しいなっていうところがあります。おそらくそれをやると大学受験の話ぐらいはしょれると思います。下産業のこの経験を大学受験にも生かしましたは正直なくてもいいところです、うん、むしろどういうふうにレシーブを克服したのか、具体的な練習メニューをもっと知りたいなと、採用担当なら具体性を必要とするはずですね、うん、例えば私は毎日3時間バドミントン部で練習をしていました。それまでレシーブの練習時間は0分でした。しかし心を入れて帰ってからはレシーブの練習時間を最低30分入れるようにしたところ、という変化があると、バドミントンの経験なんか一つもしたことないっていう人でも何をしたか分かるんですよね。要は苦手分野の練習を全体の6分の1かなに入れたっていうことが分かります。そうするとこの子は苦手分野に対して6分の1もの時間を割ける人なんだということは最低限伝わりますよね、うん、というふうにあのふわっとした言葉に気をつけて、それをなるべく一体それは何時間、何分取り組んで何人と話して具体的な会話が何だったのかぐらいまで書き込めると、より通過率が上がるいいエントリーシートだと思います。現状が70点とするならそれで90点かなっていうところですね。すごい、わかりやすい。あともう1点だけ、はい、これはやってもやらなくてもいいけど、やると100点になるよって話で、はい、失敗した経験をどのように生かしたかっていうのを、プチカの話に入っていきたいと思います、はい、知っておくと便利だよってポイントなんですけれども、エントリーシートって